美味しいぞ、直江くん。食べてみて。びっくりする味だな。義経は漬物が好きだから、そちらばかり楽しみにしていたが、パンも美味しいとは。噛めば噛むほど味が出る。はい、いくらでもどうぞ。うん、抜かりないぞ。彼氏の食べている姿が可愛いと思って。うん、この旅行中にいろんな直江くんを発見している。そういうのを遠慮していては彼氏彼女と言えないのではないだろうか。割とな、そんな深みがあるわけでもない。残りは少しずつ見つけてくれ。はい、おかわり。おいしいものは人を幸せにするな。作っている方々にもっと感謝をしないといけない。おお、直江くん、なんかじっと見ていたな、今の恋人たち。羨ましいというのは、その、義経とも腕を組みたいと？それはつまり、義経に気を使っていると。直江くんがしたいことなら、いきなり過激なことは無理だが。これぐらいならば、義経はいけるぞ。うん。これも無理かと思っていたのか。義経はそこまで子供じゃないぞ。にしても、ドキドキするな。義経たちは、とてもいけないことをしているようで。こうして人は大人になっていくんだな。キスもしたいのか？うん。義経にとって、その、キスは、ハードルが高すぎる。ごめん、ちょっと無理だ。ありがとう。手なら、いつでも歓迎だぞ。誠意は言葉でなく、つまみで。いいよ。でも分かってるね。主に対しては紳士でね。熱々で羨ましいですな。いや、そんなことは。ああ、まあ、それもね。確かにある。Oh.
はい。なんかついさっき寝たような。朝4時ぐらいまでかな。ああ、眠い。みんなで夜にゲームを遊ぶとは楽しいものだな。ただ、朝は辛いものだ。我も眠い。気だるそうな久喜秀夫が見られるとは。なおっち、おはよう。どう？旅行楽しんでる系？そうやって言い切れるのいいわね。自由行動で行った場所が全部がっかりスポットでさ。今度はタワー行ってみるつもりよ。ヤマト！おはようございます。朝帰りしてしまいました。ここのおかみとは知らぬ仲ではないので。おお、京都は面白いところがいっぱいだな。義経は昨日特殊な衣装を着たばかりだぞ。確かに直江くんのコスプレは見てみたいが。そういうのはちょっと動きにくい。直江くんは殿様は似合わなそうだ。動きにくそうなんだ。そこがどうしてもな。発想飛びができない義経は義経にあらず。義経は義経であって、そこは切り離せないだろ？これでも、川上学園に通うようになってからは、柔軟な考え方に変化してきた方なんだ。柔軟だぞ、とっても。柔軟だ。もう、真面目な話をしているんじゃないか。ああ、義経、なんだかムキになってて、こっちこそごめん。お兄ちゃん、義経は反省している。おお、なんだか背中がゾクッとなった。頭の撫で方が大変うまい。義経は感心した。生き物の飼育に慣れているんだな。仮装はなしで、いろいろなところを見学していかないか？義経はおしらすが見てみたい。いろいろと調べてきたんだ。なんなら義経が源氏ガイドしようか。情報は命だからな。調べすぎて損ということはない。ん？どうしたんだ？そういえば、そんなメモもしたような。直江くん、返して、返して！返してくれない！もう、直江くん！恥ずかしい。
日記を読まれた気分だ。なんで下なめずりをするんだ。絶対見せないぞ。この流れで了承するのは嫌だな。いきなり何を言ってるんだお前は。カップルなぞすり減らす日々だろう。ヤマト君、ズバリあなたは今誰かに恋していますね。なんだそうなの。帰りの会で報告していい？私である可能性は 45% と少々自信ないのですが。クロマテリア。よう、お前はこれから入るのか。今他に人いねえから俺様たちで貸し切り状態だぜ。俺様はサウナで汗を流すところだ。そしたらまた温泉に戻る。にしてもヤマトも考えることは同じか。さすが軍師と言っておこうか。ここの温泉はもう少しで男女が入れ替わる。事故で女子との鉢合わせを狙う寸法だ。ゲームで知ったやり方だぜ。そう思ってお前の分も含めて今温泉側に持ってきた。だ、そういやそうか、爪を誤ったぜ。でっかい兄ちゃん、あと30分で女湯と交代だよ。げ、はーい。夢が破れた今、潔く部屋帰って寝るぜ。しくしく。夜中だから騒がないの。空いてると気分よく入れるわね。あまり長湯せずちゃんと寝るんだぞ。青ざめた顔とダイナミックな命令から必死さが伝わるわ。じっとしていることだね。うーむ、このクリスの白い肌。あ、おのれ、問い詰め。そっちこそ綺麗ではないか。羨ましいぞ。ここでかつて
牛若丸は跳躍の練習をしたという。ああ、なんとなく懐かしさを感じる。もちろんそんなわけはないのだが、でも落ち着くんだ、ここら辺は。天狗に鍛えられたとか、なかなか興味惹かれる伝説があるよな、お前。天狗くん、ぜひまた義経のもとに現れてほしいものだが。天狗が甘ったれるなと言ってるようだぜ。くんづけがダメなんじゃないの？多分当たりだ。ユホホ、オカルトすぎる話じゃろう、さすがに。にょ。すがすがしいほどの下心じゃの。俺はヤマトのそういうところ気に入ってるぜ。わかりやすい。もうすぐ奥の院じゃな。あまりテンションが上がらないな。奥の院は魔王殿と呼ばれてるんだよ。遥か昔に人類救済の使命で金星から来た魔王像が保存されているとか。マジで？マジで。マジじゃ。ああ、某 RPG の5あたりでラスボスになってたやつか。というか、この場所はお前が大好物の話がいっぱいだぞ。かのシャンバラへの道もこの山から続いているとか。あのシャンバラが。早く魔王殿に行くぞ。おい、解説も頼む。わかったわかった、ちょっと先行くよ。途端にはしゃぎおって、やっほっほ、車に構えていても子供じゃな。うん、よし。直江くん、ちょっと跳ねてみていいか？たっ！えい！体そのものが本当に軽くなってた。すまない、いきなり飛び跳ねて。かわいい要素なんてあったろうか。義経はなんてはしたないことを。直江くんだけだと思って油断していた。いや、武士娘にあるまじき失態だ。義経は食いる。できれば忘れてくれるとありがたい。恥ずかしすぎるぞ。これ、直江くんと義経から京都漬物セットです。ありがとう。今夜から使わせてもらうわ。美味しそう。私がわかってるわね。素敵なものをありがとう。これも、今夜から使わせてもらうわ。なんてね。冗談っぽいけど本気よ。吉中さん、早速勝負をしますか？土日で旅行疲れは取れました。義経はいつでも行けます。じゃあ、ちょっと付き合ってもらえる？ここのくず餅パフェが食べたかったのよね。
直江くん、手に粉がついちゃってるぞ。源氏勝負は、しばらくなしでいいわ。大きなの、やった後だしね。しばらくはお休みして、また、大きいのをやりましょう。それまでは、普通に遊んでくれると嬉しいわ。はい、こちらこそ、喜んで。くず餅パフェ、美味しいけれど、食べきれないわね。はい、あーんして。先輩が食べさせてあげるわ。そう、はい、あーんして。どう？美味しいかしら？付き合ってるんでしょ？空気でバレバレよ。義経、ごめんね。意地悪しちゃった。止めるかと思ったのに、我慢するなんて。義仲さんは、偉大な先輩です。義経として、多少は我慢しなければ。いいのよ、そこは。この泥棒猫め、って。ほら、義経。ヤマトに食べさせて、私のを上書きして。直江くん、あーん。ちょっとストレートすぎる褒め方では。義経の反応は？あらあら、すごい幸せそう。効果てきめんね。うん。ああ、義経かわいいわね。ちょうだい。二人はセックスしたの？それは、早いです。本当？メールとかで、かわいい義経、おはよう、チュッとか、やりとりしてない？カップルの距離感に口を出す気はないけど、ヤマトは人気なのよ。お預けさせすぎて、他に取られないようにね。なんで今、舌をペロッと出したんですか？冗談よ。私は健全男子の欲望に理解があるから、義経を焚きつけているだけよ。義仲さん、少しだけ、キャラが変わったかな？義仲さんとの仲が今まで通りでよかった。今度の大きな勝負とは何なのだろうか。直江くんもそう思うか。鍛錬の量を増やしておこう。そうなっても義経は勝つぞ。京都で撮った写真を持ってきたんだ。義経的に直江くんのベストショットはこれだ。自分で言っている。でも、うん、かっこいいと思う。どういう義経の表情を選ぶのだろうか。そんなお世辞を挟まなくても、
大丈夫だぞ。なあ、若。もしかして、あいつら付き合ってない?今気づいたんですか、ジュン。修学旅行付近でもう付き合っていたと思いますよ、私は。へえ、直江大和も隅に置けないじゃん。義経には間接的にとてもお世話になりましたから、私は見守るモードに入っているんですよ。旅行中もあまり大和くんを誘惑しなかったでしょ?十分してたと思うけど、若にすればマシかな、確かに。あ、この空気は、もしかして。こんにちは!優雅で勇敢、シェイラちゃんでーす!ちょっと元気がないかな。もう一回いいかな?アホな前置きはせず、さっさと本題聞こうぜ。ステイシー、相手は思春期。優しく聞いてあげてください。あ、お前ら付き合ってるの?イエスかノーか。どこに優しさがあるのだろうか。マイアミじゃ、ファクファクって聞くだけ。それよりはマシだろうが。イエス、付き合っています。それじゃあこのままクキ家ご招待だ。手荒な真似はしませんのでご安心を。予定とか大丈夫か、直江くん。やだ、かっこいい。シェイラの直筆サインあげます。やだな、自分で保管してくださいよ。義経からもお願いする。交際を認めてください。認めるも何も、付き合ってるならこちらが止めてもお構いなしだろう。恋愛はむしろ推奨したいぐらいさ、人間の幅を広げるからね。ただこちらとしても箱入り娘だから、大事には扱ってもらいたいんだよ。そうかい、それはよかった。最初に一言だけ言っておこうと思ってね。悪いね、いきなり来てもらって。おや、そうかい。じゃあ遠慮なく。リー、こちらへ。開花に施設があるのでそこで診断します。では早速裸になってください。パンツは履いたままで結構。こちとら男の上半身なんて軍で見慣れてるから気兼ねなく脱ぎな。パンツまで脱ごうとしたら怒るけどな。シェイラちゃんは恥ずかしくありません。畳むのはこちらでやっておきます。おや、なかなか鍛えてらっしゃいますね。その体型を維持しろよ。彼女喜ぶぞ。よし、文句なく健康体だな。頑張ったあなたにご褒美をあげましょう。あのテレビに注目してください。あなたが検診に出向いた後の義経の記録映像です。これは質問というか好奇心だけどさ、義経は直江大和のどんなところに惹かれたんだい?優しいところだ。とっても話しやすいし、あと、なんていうか、性格が大人なんだ。義経は素直に憧れる。義経が忙しいことも理解して付き合ってくれているし、惹かれたではなく、今も、惹かれている。それはそれは、ごちそうさま。
れてる照れてる。幸せそうですね。おめでとうございます。夜までありがとう。驚くほど簡単に言ってよかったな。これからもよろしく、直江くん。トンネルまでは送っていく。ちょっとでも一緒にいたい気分なんだ。そういうところも好きなんだ、直江くん。義経たちは学生。恋も勉学も学ばねば。どうしたんだ？いきなりどうしたんだ？直江、大和くん。それは、つまり…いいぞ、直江くん。直江くんとキスをする。そう考えたとき、全然嫌じゃなかった。むしろ、したいと思った。だから、しよう。うん。義経も、唇にしてほしい。